公開処刑はこの奥か。何をしているか貴様ら、屋内待機命令が出ているのを知らんのか。どうするの。他に入る道もなさそうだし、力ずくで押し入るしかないでしょうね。こいつらまさか論文士の仲間か。やるしかないな。行くぞ。シルパ大丈夫だよね。ああ、早く片付けて助け出そう。話している暇があるなら目の前の敵を倒すことに集中したら。言われなくても分かってる。交代援護要請。秩序のもとに生きることを許されし、全ての者に命ずる。我スルド、ガナベルとファルキリスの声を聞け。見よ、ここに我が秩序を脅かさんと試みた者がある。企てが愚かなら、それを隠し寄せると考えたも愚か。すべてのダナは今一度心に刻むべし、かかる輩が我がシスロディアに生きる余地のなきことを。さてさて、哀れな石突き、最後の決断を下す前に、私はお前に妨害の慈悲を示そう。お前の仲間はどこにいる。それを皆の前で告げれば、しばかりは免じてもよいぞ。まあよい、時間は。お前がその気になるか、仲間の方から出てくる。一つ試してみる。そろそろ舌も折れてきたのではないか。何を話せばいい。まずは皆に己の過ちを、叱る後私に仲間の居場所を。過ちか。確かに過ちだらけの人生だった。ずっと戦ってきたが、ほとんどが負け戦だった。生き延びるのに必死で、家族のことも満足に構ってやれなかった。たくさんの仲間を失った。家族の絆もなくした。どれもこれも救いようのない過ちだ。分けても戦いをやめなかったのが最大の過ちであったわけよな。
戦いに犠牲はつきものだと言うやつがいた。多分そうなんだ。俺もまた戦いで守りたかったはずのものを犠牲にした。戦い続けたことに後悔はない。だが失ったもののことを一日だって忘れた日はない。失う前にそれを言ってやれなかったこと、それこそが俺の最大の過ちだ。あんたたちは俺のようにはなるな。過ちに気づけるなら手遅れになる前にやり直せ。本当に失いたくないもの、守りたいもののことだけを考えろ。あんたたちにもあるはずだ。黙らせよ。その声に耳を傾けろ。立ち上がれば壁は壊せる。ツルドが作らせた腐ったれな心の壁でもだ。生きてるかよ、親父。ロウ、お前。なんでこんなこと俺が。今は昔話してる場合じゃねえだろ。あのクソったれどもぶっ飛ばさねえと。まあそうだな。お前そのものの息子だな。ことが終わるまで任務から外すよう申し付けておいたはずだが、担当者は後で罰せねばなるまいな。何？まあよい。本来の目的は達せられたようだからな。ジェリファー。お前がカラグリアのアルペンか。裏切り者にダナの魔女とは面白い友を連れたものよ。友なんかじゃない、仲間だ。我々もいるぞ。メネック、無事だったんだね。あとはお前を倒すだけだ。するとガナベルト。マスター号の輝きは、これは…もう少し引っ張るつもりだったが。それはマスターコア、一体。親父！マスターコア同士の共鳴とは、これはしたり。ご苦労だった、下がれ。それじゃああんたが。いかにも。私がシスロディアのツルド、ガナベルド・ファルキリス。エナのツルドがダナの指導者。
お互い素性を隠すのは得意と見えるが、ほんの余興のつもりだったが役に立った。カラグリアの炎の剣をおびき寄せる計画。狙いは俺だったのか。アルペン、ジルファが。親父特製の毒だ。波の治癒術では追いつくまい。長きにやむな、諸君。皆ここで死ぬのだから。逃げられると思うな、反逆者どもめ。怪我人を守りながらでは不利だわ。親父、しっかりしろよ親父。見苦しい。死の順番が多少前後するだけのことであろう。貴様。うわ。逃げたか。とはいえ、よもやこのまま蓄電はすまい。歓迎の準備をして待つとしよう。逃げられたの？どうやらな。だが、ここもいつ追っ手が来るとも限らん。ジルファのこともある。ひとまず隠れ家に戻ろう。ジルファ、一刻も早く隠れ家に行こう。